僕が聞きたいのは、まずはその開店の日の、まあ、状況っていうか、まあ、その家族総出とかでされたっていう、そのまあどんな感じだったのか、そのなんか開店の2週間前ぐらいから本当に寝る間もなかったですね。本当に忙しくてその母がもう2週間ぐらい前からもう来てたんですよ。来て こっちに、はい、あの千葉の方に来てて、1ヶ月前ぐらいかな。なんかこう私と兄がやってるのがやっぱり心配だからっていうことで、まあ2店舗お店をやってた大先輩としていろいろアドバイスというか、こんなことあんなことって、まあ、言ってくれたりとか、いろいろ手伝ってくれたりはしましたね。めっちゃ怒られましたけど、その時に お母さん母にも、にもっていうか、まあ、母に基本的には怒られました。なんかあれもできてない、これもできてない、わーって言われて、わーって反省しながら。まあ、だってあっちのね、千葉店が結構まあもうほぼメインでやられてて、それやりながらこっちも準備ってことですね。そうですね、もう普通にあっちも営業してて、でちょっとずつちょっとずつ人員こっちに、で仕込みやったりとか、オープン本当に工事が終わったのがオープンの1週間前ぐらいだったんですけど。あ、そうですで、物が、その工事が終わらないと物が搬入できないので、そこから物を搬入してってなったら、もう本当に前日とかに椅子とかも届いたんです。で、本当にいろいろあったんですけど、結構カオスなエピソードが、その、カウンターの椅子を特注しないといけなかったのに、はい、なんか普通のテーブルの椅子で、なんか大丈夫だって思い込んじゃって、そう、テーブルの椅子と同じやつを全部注文して、ちょっとテーブルの方が小さいですよね。そうなんです、低いんですよ。で、あの並べてみた時に、座った瞬間に私と兄と一緒によいしょって座って、一緒にもう顔見合わせて笑っちゃうみたいな。で、それが2週間前だったので、ちょうどその気づけたタイミングだったから良かったんですけど、もう2人とも顔見合わせて爆笑みたいな。その瞬間に頼まれてるみたいな。もうその瞬間にですね、もうあの連絡して、もうこの日程でオープンするから絶対にこの日まで椅子をくださいって言って、はいはい、いやそうだったんですね。とか、まあ、結構その私、まあ、兄がその3号店をやりたいからっていうことで私がお店に入ることになったんですけど、まあ、予期せぬことはいっぱい、本当にいっぱいあって、その大変でしたね。オープンする前までの方が大変だったと思います。オープンしたそうです。オープンしてからはそこまですごいトラブルっていうことはないんですけど、今のところはですけど、順調に進んではいるかなという感じですね。まあ、以前そのロイドさん の、まああのインタビューちょっと見させてもらった時に、そのゆりさんはこうお手伝いとかいう感じで、まあ、千葉店だけの時ですかね。ああの時、はい、はいはい。で今はこう2店舗になって、まあ、この前お父様にもお話聞いた時には、はいはい、やはりそのゆりさんとふみひろさんといらっしゃってで2人でこう、まあ、2店舗やっていくみたいなお話聞いたんですけど、はい、そうですね、ゆりさんもこう本格的じゃないですけど結構、はい、本格的に営業に携わられて、ね、今はそうですね。昔までは結構ラーメン屋をやるっていうこと自体にも結構抵抗があって、うん、なんていうかこのやりたいことが他にあったんですよ。でそれを、まあ、ずっとやってたんですよ、うん、その高校卒業した後ぐらいからやりたいことずっとやってて、でそれをまあ諦めないといけなかったのでここに入るってことは、うん、それこそ人生、はい、生き方を変えないといけなかったので、はい、それがやっぱりずっと引っかかってて、うん、好きなことを続けるのかやらなきゃいけないことをやるのか二択ってなった時に、
そうですね、やっぱりその全てを捨ててその自分のやりたいことをやるっていう風にはできなかったんですよ。やっぱり私は家族もいて、その杉田屋もあって、杉田屋のお客さんがいて、結構その迷ってた時期にその本店の方にずっといたんですよ、新杉田の方に、まあ、実家に帰っていて、その時に本店に来るお客様たちって本当に毎日同じ顔ぶれなんですね。で朝5時に来るじゃないですか。でも1列もうあの1週間ずっと同じぐらいの感じのお客様たちなんですよ。で、あ、この人たちにとって杉田屋ってこんなに大事なんだって思ったら、私のやりたいことよりも、もうこの人たちの未来を守る方が大事っていうか意義があるんじゃないかなって思ったんですよ、うん、はい、どちらかというと意味のある人生にしたいなみたいな風にちょっと思っちゃうので、それでいろいろこう壮大なことを考えてるうちに、兄が初めてなんか自分のやりたいことを言ったんですよ。その3店舗目が自分の名前で自分の名前で3店舗目をやりたい、まあ、名前でっていうか、そのお父さんがその頃にちょうど修行してたので、その同じぐらいの年の時に、俺もまだやれるんだぞっていうのを多分まあ見せたかったんじゃないかなって思いますけど、でまあ一緒にやろうって言われて、あ、言われた、でも言われたっけな、あ、でもなんかやらなきゃなって思ったんですよね、まあ、でもその、大変だなっていうのを分かってたので、はい、そのなんか大変なことをずっと一人でやるのも大変だし、だから私も一緒にやったらなんか手伝えるんじゃないかなぐらいの感覚です。それでやるのも本当にわがままも言わないし、昔から優しいし、何でもその本当何でもしてくれました私に。それこそ朝私がちっちゃい頃なんかはお父さんもお母さんも仕事だったので、あのお迎えに来れないんですよ、幼稚園のお迎えとかが。兄ちゃんが小学生ぐらい、小学校高学年ぐらいの時とか中学生になってからは私の送迎とかもやってくれたりとか、いつも遊んでくれたりとかしてたので、まあその恩もあるし、私ができることってやっぱこれぐらいしかないんですよ。お金で返せるんだったら返したいけど、まあそれは違うから、だからそういう感じですか。結構すごい、まあ、壮大というか、まあ、やはり人生、まあ、転換期と言ってもいいぐらいの決断をされて、転換そうですね。でもなんか本当昔の私を知ってる人は絶対に私がうちの店を継ぐとは思ってないと思う。そうなんですね。だからそのぐらい結構自分の中でも本当マインドから変えないといけなかったから、はい、ちょっとそれが大変ではあったんですけど、昔のことにも未練ないので、それはこっち、あとは吉村社長にも、はい、その私がちょっと人生どうしようか迷ってるみたいなことを相談したときに、その吉村社長に なんでお前こっち入ることになったんだみたいなことを言われたときに、まあお父さんも大変そうだし、お金がなかったら好きなことできないなって思ってっていうことを言って、したらお前それ正解だよって言われて、なるほど、自分で気づ、まあ気づ、まあ、いろいろ考えてそういう大事なことに気づけたんですね。気づきましたね。え、まあでもお金がなくてもやってる人たちもいっぱいいらっしゃるんですけどね、いやでもやっぱりお金はお金だけが大事なわけではないんですけど、まあ、この前ツイッター見た時にそれであの回転した後に、まあ小沢店長さんとか、はいはい、ああ はじめやさんとあと厚木屋さんがいらっしゃったのは先週ぐらいなので、
そうですね、最初一番最初来てくださったのは末広屋さんのご家族様、はい、ご一行様で来られて、本当になんかすんごい忙しかった日の次の日、あの末広屋さんがすごい忙しかった日の次の日に朝から来てくださって、みたいな、本当にありがとうございます。その後は、ね、そうですね、その後はなんか吉村屋の吉村社長、もちろん堺井生命の社長さんもいらっしゃったり、皆さんいらっしゃってるんですね。そうですね、すごいですね、皆様。いや、実は私自身も先週ちょっと末広屋さんにお邪魔して、あ、六角橋の方の、はい、そうです、はいはい、今日ここに来るっていう話をしたら、この前だからそれを受けてかもしれないですけど、文弘さんが末広屋さんに行かれたみたいで、あ、はい、オープンの前ですね、オープンの前にそれこそその厨房用品とかをその揃えていこうかなっていう段階で、うちの父が厚木屋さんと末広屋さんと、どこって、まあでも千葉から行ける県内でその兄弟店のお店は絶対に行けって、で、オープン前に行って厨房見せてもらいなさいっていう風に言ってて、で、一番使いやすいようにアドバイスをもらいなさいって、昔と今とは全然違うからっていう風に言ってて、それで行かれたっていうのもあったんですね。そうですね、で、こういうのがまあ主流だよっていうのとかを教えていただいたりとか、その末広屋さんではこうしてるっていう風に教えていただいて、本当にありがたいことに末広屋さん、末広さんからも文弘さん、ゆりさんによろしくなって言っといてって言われたんで、来た時にこれ伝えようと思ったんで、もう本当に、はい、っておっしゃってました、ね、明るくて心の広い、そうですよね、私もすごい協力またしていただいて、いい人です、本当にいいお方で、本当にあちらも家族でやられてるっておっしゃってたんで、ね、似てるなっていうのも思いますし、ね、すごいなんか来てくださった後もめちゃくちゃ長文の LINE が来て、うん、本当にその感動しましたっていうことも、こっちでも恐縮しちゃうんですけど、本当に、うん、そうだったんですね。それも吉村社長と吉村会長のお店にももちろん行きましたし、もちろんそこで見せていただきましたし、うん、まあ、支えられてます、本当にいろんな方に、うん、杉田屋なんか最初は結構その兄もまあ、杉田屋の有効のお店を10年守ってきたので、多分少し自信がついたんだって3店舗目を開くってことになったと思うんですけど、やっぱりちょっと心が折れるようなこととかも何度も何度もあって、それこそちょっとオープンの前日に工事の、まあ、工事関係でのトラブルがちょっとあって、これを明日オープンできないかもってなったんですよ、本当に。で、オープン、それこそ前日に兄が無理かもしれないみたいなことを言ってて、はい、でも私が、まあ私がっていうか、いや諦めないってもう粘るしかない、もうこんだけ告知してみんななんか、まあ、期待を裏切るわけには いかないよって言って、うん、どうにかこうにかオープンしました。本当にバタバタでしたけど、まあ、最後になりましたが、ちょっとまあ、まあ、抱負みたいな、まあ、なんかあれば一言お願いします。あ、ここの土地に来てからは全然知られてないし、本当に新参者なので、うーん、一からのつもりでやってます。別になんか杉田屋が3店舗あるとかみたいなのも書いてないし、どこにもそんなことは別にどうでもよくて、ここの土地で、有効の土地で認められて今お客様が来てくださってる、あそこまでなるまでに何年かかったかって考えると、こっちに来た瞬間からブワーってなるかって言われたら、そんなことはありえないんですよね、絶対。だから有効は有効のお客様がいらっしゃいますし、駅前は駅前のお客様が
きっといらっしゃると思うので、ここの周辺の方々にまずは受け入れられることを心がけてますね、うん、それこそ本当呼び込みとかもしますしね、うん、ラーメンいかがですかって言ってます。あ、そうなんですね。本当にそう、地道なとこからなんですね、やっぱりすごい。なんかそのあの通りすがりの方とかに声かけて、あ、こんにちはって、ラーメンいかがですかって、家系ラーメンのお店ですって言って、あのおじちゃんおばあちゃんとかも結構いらっしゃるので、あ、ジュースクとかもできますよって言って、んなんか空いてれば入ってみようかなっていうお客様がいたらちょっと呼び込む。素晴らしいというか、だってもう本当、ね、そんなお客様がずっといらっしゃるっていうのを目標にはしてますけど、そんな毎日毎日そんな風になるわけじゃないのは一番分かってるので、うん、またそうですね、これからも本当にそうですね、皆様に受け入れられるように、あ、皆様の地元に、はい、ということで、地元に愛されるが一番大事ですね。あとは、まあ、あの直系店の称号というか、う、ね、いただいていますから、もうそれに恥じないようにですね、はい、やはりお父さんもそれをおっしゃってましたし、やはりあまりファンからもそこは求めたいなと思いますし、そうですね、逸脱しないようにそういう、その味が好きで来てくださってるお客さんもあんまり失望させないようにっていうところでありますね。ちょっと長い間すみません、この、 あのインタビューありがとうございましたすいません、ではまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゆっくり食べてってください。ありがとうございます